外国人待遇不当なら処分、技能実習、企業を届出制に。厚生労働省と法務省は、外国人が働きながら学ぶ技能実習制度見直します。2016年内にも監督組織を設け、受け入れ企業には届け出を義務付けると。賃金水準など、日本人と同等以上の待遇を求め、違反すれば罰金や行政処分の対象とします。 技能実習生として働く外国人、およそ16万人に上りますが、海外からは不当労働や人権侵害の温床になっているとの批判を受けているのに対応するということですが、ミサさん、このニュースいかがですか <laughs> むしろ届け出なかったんだし、ちとびっくりしましたけど。そうですね。はい。ええー。これは問題ですよ。はい。で、私ね、あの、あの、外国人技能実習生制度そのものに反対。はい。そもそも。えー、だとこれ、事実上外国人短期労働プログラムになってるでしょ、はい、と。えー、その上ですね、最低賃金下で働かせると、これはね、 まあその、まあ人権侵害と言われても、しょうがない。はい。ですよと。えー、で、まあこれで、ええ、まあ。 あの、給料を日本人並みに引き上げるとなると、まあ、外国人技能実習生を雇うメリットって消えますよね、はっきり言って。はいえー、はい。ただ、まあ、これで、これでも、か外国人といって、日本人と賃金競争させるのはやめてほしいですね。一方で、こういうニュースもあります。あの、一般住宅に有料で旅行者らを止める民泊。まあ、この会計をめぐって、まあ、これあの、え、2020年東京オリンピック、パラリンピックだとかですね。ま、いろいろ今、宿が、あの、外国の観光客の方が、結構お見え なりますから、えー、それで宿が足りないなんていうためのその民泊なんです、はい、え、厚生労働省と国土交通省の有識者会議昨日部屋の貸し手に旅館業法の営業許可の取得を促す対策はこれを了承しましたえー、ただ政府の規制改革会議は旅館業法の適用除外にすべきとの立場食い違ってんですね、はい、え、国家戦略特区での民泊めぐってはマンション管理規約の扱いで国交省と特区側の溝が深く政府内の調 これは紆余曲折ありそうだということなんですね、これに関してはいかがですかこれは、営業許可の取得を促すということなんで、もしこれが、まあ、そのまま規制って形になったら、えーまあ、ほとんどこれ、は増えないですね、民泊って。はあ、やらないでしょ、一般の人がそんなこと。えー、結局これってあの規制改革会議がねあ、えー、あのまあ こういう、規制緩和をして、それで何らかのビジネスが生まれるんじゃないですか、ここに、うん。はい。止めてあげませんかってやって、それでなんか、さや抜きをするようなね。はい。そういうビジネスを、あの、目指してるとしか見えないんで、私、民泊については。ええ。ああ、そういう、まあ、いろいろところどこか解散って言わないけど、えー、カタカナ3文字とかね。はいはいそういうところが、そういうのをなんか、まあ、あして、それで、あの、サヤを抜くってビジネスをやりたいんでしょ、という話だから。ええだから、これは、あの、もうちょっと規制当局に頑張ってほしいですね。ああ、そうですね。え、はい、だって何か起きてからじゃ。そうなんですよ。 ねえ、そこの部分というのは多分ね、政府に丸投げします。そうですね。なんとかあって、カタカナの会社とかは。ええ。何かその、火災があったとかね。で事件があったりとか。まあ、これはだから、旅館並みに厳しくしといても。本来だったら。これが当然なわけですけれども、まあ、そこを、なんとか政府の規制改革会議は、旅館業法の適用除外にすべきという立場で。まあ、規制改革会議ですから。はい。アメリカの手下の構造改革グループですから、彼女なかなどっちもけなるべく有力しておきたいってことですね。はい。続いて